今世界を脅かしている大問題があります。それは福島第一原発にある4号機問題です。原発事故でこの建屋が水素爆発によって大変傷んでおり、しかもその地盤に沸騰沈下があって倒壊する危険があると見られている、その燃料プールなんですが、そこになんと1535本の使用済み燃料が存在します。もしこの4号機が倒壊して、そして最悪の事態、すなわちメルトダウンが起きて、そして大気中でこの火災が起きると、これはまだ人類が経験したことがないわけですが、そうしますともう現場には近寄られなくなります。4号機のみならず1号機、それから6号機全部がメルトダウンを起こしてこの火災を起こすと。今第一原発に燃料集合体の総数は14,225本あります。これはまさに日本のみならず世界の究極の破壊につながることは確実と科学者は、多くの科学者は見ております。しかし問題はこういう状態にあるのに、その危機感が存在しないのです。福島事故をなるべく極小化すると、そういう試みがあるというふうに見られております。東京電力はこの補強工事をやって6強、震度6強まで大丈夫だと言っているわけです。しかしこの点については重大な疑問が残るわけです。それは何かといえば、この菅総理の元政策秘書が明らかにしたところによれば、80センチの不当沈下が発生しているということが判明しているわけです。その地盤に欠陥があるということでありますので、果たして震度6強まで持つかということについて疑問が残るわけです。しかもアメリカには福島と同じ欠陥型の原発が31基あるそうです。ですからこの事故を騒がれると非常に都合悪いんですね。ですから今の4号機問題をトーンダウンする動きの背景にアメリカのあれもあるようですね。今私はこれは世界の安全保障問題であるという訴えを内外に発信しておりまして、バイデン上院議員が最近藤崎駐米大使に、日本は早く事態の収拾を急ぐために国際協力を要請して世界の英知を集めて中立の評価委員会を作ってこの事態の収拾に当たってほしいという要望を出しました。そういう中でなかなか日本側がこのいろいろな事情がありまして、この